昨夜ですね、私、雇用統計前後の値動きを予想動画でアップしましたが、実際にね、答え合わせしたら、まあ、私散々ね、年がら年中予想動画アップしてますが、もうね、かなりぴったりと、はい、ドンピシャの、えー、結果となりました。はい、答え合わせしましょう。はい、こんな感じです。もうぴったりじゃないですか。はい、まあ、それぐらいにね、まあ、値動きが、まあ、たまにこうやってピタッと来ることもあるんだよと。はい、だけどね、なぜかね、そういう動画に限ってね、 はい。上目線でこうやって V 字回復で上げていきますよっていう動画に対しての高評価数が私が見たときはね、60いくつしかなくて。いや、下目線でね、外してもね、まあ、一時100何十とかっていうのがあったんですけど、なかなかね、なんだろう、上目線発信っていうのはね、あまり需要がないのかわかりませんけど。だから今後ね、私はもうこのチャートのあらゆる根拠が、まあ、やっぱりこの後の上昇を示唆していて、今は上を見ています。はい。別にね、あの、年がら年中、ショートばっか貼ってるおっさんじゃないんで、 やっぱりね、まあ私も金も受けたいですしね、トレードで、はい。上っていうふうに示唆するんだったら、それはね、逆張り思考じゃなくて、やっぱりまあその方向についていくと。これがまあ自然な流れだと思うんで。はい。だからまさかの展開で今後落ちるでしょうとか、ブラックマンデーが来てね、えー、来週月曜日から暴落するでしょうとか、そんなことは考えてないです。はい。まあ実際にね、10月の下落相場でも、えー、下落している最中にブラックマンデーので、そういう話はしてなかったですよね。だそういう変なドラマってみんな言うんですけどね、なかなか起きないんですよね。はい。 なので、まあ、実際のこのチャートの値動き行きたい方向向かいたい方向というのを現状今起きている未来の予測じゃなくてね現状起きている値動きの方向性というのをしっかり把握して、はい、まさかの展開でここからこういうふうに反転するとかっていう逆張り思考を捨ててで、まあ、順張りトレードしていくと。 はい。というのが、まあ、トレーダーの、まあ、理想かなというふうに思っています。はい。ですので、えー、ショーターだけじゃなくてですね、まあ、ロング目線の方もですね、ぜひ、あの、チャンネル登録と高評価ボタン、あの、コメントなんかもいただけたらと思いますので、え、今後、よろしくお願いいたします。はい。まあ、とにかくですね、たまたまかわかりませんが、まあ、えー、昨日はこの雇用統計、複数の根拠があるんですよね。ここからここの61.8だったりとか、あとね、とでちょっと言いますけど、平行チャンネルのちょうど加減だったんですよね。複数の根拠が重なると、あとね、もう一個あるんですけどね。えーそうす するとこういったところで反転しやすいということでまあ、V 字回復して上がっていきましたはいでこのあたりで頭打ちになるというのもまあまあほぼほぼもうちょい上がってもよかったんだけどまあこのあたりでリミットとなって週が終わりましたはい先週の高値11月30日の高値を抜くことはありませんでしたはいで、えー、まあ、そんなね私が、えー、来週以降のシナリオはいこれねあの前回アップした動画とのジグザグと全く変えていません。 はい、そのままです。ただですね、ちょっとここで修正というか、二手にね、2way に分けたいと思います。はいえー、上目線は変わらず、上のシナリオなんですけど、ねえー、だけど、上にしてもですね、2way あると思っていて、それをね、ちょっとお話ししようと思っています。こちら、このね、黄色いね、FOMC かちょっと分かりませんが、このあたり、このあたりの価格まで到達してから、もうちょい深い推しを経て、で年末にかけて上昇していくと。 いうこ,とこれ価格どれぐらいかって言ったら一旦1 6250ぐらいまで上がってでそこで一旦まあそこそこ、うん、中ぐらいの調整、はい、どれぐらいかって言ったら、まあ、現在価格ちょいしたぐらいですね1万6040とか1万6000を下回らないぐらいまでの推しが来てでそこから結局年末にかけて上げていくと、はい、このようなシナリオを2ウェイとさせていただきたいと思います。この水色は楽観シナリオ はい、で、この黄色はですねむ、むしろこちらの方が妥当じゃないかなっていうふうに、ちょっと思えてきています。はい。で、細かい根拠をね、えー、示していきたいと思います。細かい根拠は、こちらですね。この黄色い平行チャンネル、ありますよね。こちら、ちょっとご注目ください。これね、冷やしでちょっと引いてみますと、かなりね、テクニカルが効いていることが分かります。はい。ちょっとよくご覧くださいね、これ。 まずですね、ここ。このゲ先見えますかね今日もね、4K で収録してますんで、ゲ先くっきりご覧になりたい方は、4K で、設定で 4K でね、ご覧ください。はい、このゲ先まずタッチしてます。で、ここもまあ、ほぼほぼタッチしていると。はい。で、ここ3 4点タッチしています。はい。ここね、チャンネル、この平行チャンネルの特に上側っていうのがかなり意識された、えー、抵抗線であると。抵抗ラインであると。 いうことがわかりますですのでこの後ねまあ結局上に行くにしてもですねこのあたりで一旦ちょっとした調整が来るんじゃないかなというふうに思っておりますそれがまあ日柄的に CPI というよりもあそうですね CPI の結果を受けて上昇して FOMC 直前ぐらいまでに、まあ、つまり河水あたりで16,250付近を試しに行くんじゃないかなって、はい、そのように見ています はい。四時間足で細かく見ますと、この黄色い平行チャンネルね。皆さんもね、ぜひ、結んでみてください。はい。もう結構ね、前からずっと何点か意識されてるんで、やはりですね、今回もサポートされるんじゃないかなと、はい。このように思っていまして、それが、ここですね。はい。もしここ到達したら、そうですね。水木あたりに到達したらですよ。はい。16,250付近です。はい。これが CPI 直後にグッと爆上げしたら、 それでもまあ16,246とか、はい、そのあたりですね。なので目先ね、週明け一旦ちょっと私は下髭げ作ると思ってるんですがその後上昇した時の次のね、まあ部分理覚なり、はい、細かくトレードされたい方の一旦の、はい、理覚場っていうのはこの16,250付近かなっていうふうに思っています。ここから私は 2way 楽観シナリオでは階段上るかのようにこのトレンドラインに従って 朝押しドン、朝押しドンで上げていくと、どんどん上昇のペースが、先週以前、まあ1ヶ月ぐらいずっとレンジ相場だったんで、レンジを上抜けしてからはどんどん上昇が加速していくというこの楽観シナリオと、いやいやそうじゃないよと、はい、ちょっと引いてみてごらんと、ね。ちょっと見てみますとですね、ちょっと曲線使えますね。ここから、これ。はい、この曲線と、あと、 ここから、まあ、ここね、到達するであろう16,250。はい。この曲線。はい。そして、この V 字。これ何ですかチャートパターン。そう。逆三存ですね。はい。こういった形で、年末ラリーに向けてのチャートの形を、えー、11月22日から12月21日まで、1ヶ月間かけて、このようなチャートの形を作り、いよいよ、 くれ、ね。年末、最後の駆け込みで、年末ラリー。まあ、すでにね、もうこのネックライン抜けるときには、16,300ぐらいまで到達してるんですけど、残りのラストスパートの、ね、昨年の高値までの400ポイントぐらいの上げを、最後の最後でやってくるための、最後のしゃがみの、はい、この右肩を、こんな感じで曲線を作ってくるような調整があると。はい。で、その時にですね、この青いライン、 年初からのトレンドラインですね。えー、先日、えー、雇用統計で一遍試して、このように上がっていき、ここでこういうタイプの右肩を作るべく、この青いライン、もう一遍トライして、その価格が16,043とかね、はい、そのあたりまで下落してから、はい、大きく上昇していくと。だから、まだね、買い場チャンスはあるというふうに、まあ、お考え、 え、いただいてもいいかなっていうふうに思います。このままね、こういうラインとか、まあ先日で言うとこういう4時間足の逆三層ダブルボトム、こういうものを、えー、上抜けて、もうすぐどんどん上昇していくっていうふうじゃなしにですね、はい、まだまだですね、おしめチャンスはあるんだよと、はい、いうことですね。はい、先日変化点としてはですね、6時間足の、一番特徴的なのはね、この6時間足の一目均衡表の雲の上抜けをしたんですね。 はい、6時間足レベルでの、まあ三役好天みたいな形で、はい、その後、抜けて走った後に、まあこんな感じで、はい、下を試して、いよいよ年末ラリー開始と、はい、言った形になります。ですので、上目線で考えるんであれば、そんなにね、えー、まあ年末にかけて、この12月のね、月末にかけてですね、そんなにもう大きな、 はい、例えばこういうところを割り込んで15,900割れるとか800割れるとか先日のね700割れとかっていうことはまあよっぽどないんじゃないかなっていうふうに私は見ています。はい、それぐらいにですねあらゆるサポートラインを一旦下抜けるもその後結局上に突破し、はい、で直近のこういう4時間足レベルの高値とか ねえー、前日の高値であったりとかいろんなものをこう突破して上昇してきていますで SP500 なんかも、えー、7月につけた、ね、高値これをね、まあ、わずかに髭先レベルで上抜く、はいえー、こととなりました、えー、先週の、ねまあ、昨夜ですね金曜日、まあ、その瞬間を見ておりました、はい、ですのでやはりですね、まあ、この後やっぱり上に行きたいのかなとはい えーまあ、このように考えて自然じゃないかなというふうに思います。はい、ですので、まあ、2way ですね、この水色のシナリオに従って、来週ね、はい、上昇なんだけど、結局ね、週足レベルで最終的に上がっていくんだけど、まあ、一旦このような軽い、はい、推しがある。推しがあるとしてもね、CPI まで月曜日にこういう下げが来るとしても、 昨日、雇用統計でつけたような、この1万5900を割れるような、こういう下げまでには至らないような、1万6000、まあ、そうですね、下げても1万6000程度まで下げて、そこから火曜日以降、CPI なんかでこれ上がっていくと。で、FOMC でもし下がったとしても、どっちにしろ、 fomc で上かな下かなどっちかなって。fomc で悪い結果が出たらどんどんまた下落していくんじゃないのって。私はそう思っていません。上昇相場の時というのは、たとえ悪い結果が出たとしても、でパウエルさんが まあ、高派の発言をしたとしても、一旦は、その日は売られるんですよ。その日は下げるんですけど、その翌日に結局折り込んで上げていくというのが、まあ今年の非常にこう特徴的な値動きでしたね。昨年もその逆でしたよね。来年はどうなのかわかりません。だけど、まあ今年はまあそのような、えー、試合いだったんだよということで、FOMC でもし下げたとしても、それは一過性で結局上げていく。まあこれは楽観シナリオの水色です。はい。もしくは、まあこのね、 ずっと意識されている、こういう黄色い平行チャンネル。ね、ここ最近のこの、えーね、動きだけじゃなくて、遡ると、はい、この辺りでも効いてきたラインである。ね、この辺りでもこうやって、はい、上下効いてきたラインであると。はい、いうことで、まあ、こういったラインをしっかり皆さん結んでですね、で、えー、16,250付近ですかはい、この辺りまで上がった時に、まあ、部分利確するのか、 ねえー、まあ、売りで入るってのはちょっとどうかなって思うんですけどね、今、まあ、上昇相場なんで。はい。まあ、そのあたりは、立ち回りは皆さん、えー、それぞれ考えていただけたらと思います。まあ、基本的に安いところで、安いところで掴んでる方は、ホールドでいいんじゃないかなっていうふうに思います。だけどね、まあ、これからポジを立てたいとか、 ね、えー、最近入ったばっかなんだよ。縦根が高いんだよ。っていう方は、まあそういった検討もなさる根拠としてね、はい、一つどうかなっていうふうに思います。ですので、まあこのように 2way 分かれるものの、結局、週末にかけて上昇すると。で、先週の高値であったりとか、いよいよね、えー、そうですね、最高値ですかはい。ナスダックのね、16,166ポイント。ここまだね、上抜いてないんですよね、先週ね。はい。ですので、まあ、今週というか、来週というか、 はい。いよいよですね。この16,166を、まあおそらく CPI のボラなんかを使って上抜けて、で、こういう緑のライン。これ緑のライン何かっていうと、より大きなチャートパターンで。先ほど私が申し上げたのは、はい、ちょっと俯瞰するとですね、この夏の、この夏のこういう、はい、この抵抗線です。はい。ここを上抜けるかどうかっていうところ、はい、ですね。で、私のシナリオでは、 そうですね、来週ぐらい。だからまあ、この黄色いシナリオに従うと、12月20日以降に上抜くような、はい、そういうシナリオになっていますが、楽観シナリオだと、もう来週の金曜日には上抜いていくと、はいまあ、それぐらいにこの黄色いラインっていうのは、一旦、えー、頭を押さえられやすいんだよと、はい、いうことですね、これが黄色いラインですで。もっとね、長期のこの緑色のラインがあります。これ何かっていうと、この緑のラインはですね、 ずっと言っている昨年の3月、で今年の7月を結んだ斜めのラインですね。私的なナスダック100の真のカップ・ウィズハンドルのネックラインです、はい。水平じゃないです。水平で私は思っているのは S&P500、そしてナスダック総合指数です。はい、カップ・ウィズハンドル、ナスダック100が真の意味で完成して上に走っていくのはこの緑を上抜いた時なんだよと、はい、いうことです。ですので、まあ、爆上げを期待される方、 今ね、消化不良で、ちょっとじれったいんじゃないかなっていうふうに思います。ね、こういう直近高値更新してるのになぜね、上に走ってくれないんだと、そういう苛立ちもあるかと思います。ですが、最終的に本格的な上昇というのは、この緑のラインであったりとか、まあ、ここ最近で言うとこういう黄色い平行チャンネル、このあたりを上抜く今週の、あまあ、今週というか来週というか、今度の週末。 もしくは、まあ、来週あたりに、いよいよここを上抜いてきた時に上げが本格化する。上ね、今までずっと重たかった。レンジでなかなかね、高値トライしてもそこから売られるっていうレンジでね、はい、なかなかこう慎重な立ち回りが必要だったんですが、もう放置プレイでどんどん上げていくんだよっていう相場は、もう、間近かなと、はい、いうことですね。早ければ、まあ、今度の週末、はい、遅くても、その次のね、 週中か週末ぐらいには上げていくんじゃないかな。時期的にはですね、えー、遅い時期だと12月21日ぐらい。早ければ、早ければ来週の金曜日。はいえー、そこに至るまでは、まあ、一旦ね、このように上がったとしても、 ジグザグとこういう押しが入ると。はい。そういったところで、まあ、基本的には上昇に向けての階段を一歩ずつ上がっているんだよと。一歩ずつ、今はゆっくり上がっているんだけど、どっかで跳ね上がるっていうね、この跳ね上がる瞬間っていうのをね、期待しつつ、まあ、えー、来週以降またトレードやっていきましょう。はい。えー、こういった動画が好きな方、はぜひね、チャンネル登録と高評価ボタン、ぜひお願いいたします。本日は以上です。ありがとうございました。